というわけでお疲れ様です、バーナードです。ちょっと今とある場所から帰ってきまして、今日はねちょっとねいつも動画を見ていただいている視聴者の方にお会いしてきました。で、以前結構前の Vlog で、視聴者の方でかつこう YouTube されている方とトレード、ポップマート商品のトレードをしたっていう動画を、以前出したと思うんですけど、今回第2弾ですね、トレード、また視聴者の方と、ポップマートダブった子たちをねトレードさせていただきました。今日は秋葉原、来ましたね。今日ちょっと秋葉原でね、今ポップマートのコラボショップやってるっていうんで、結構盛り上がってる、ね、じゃーん、ちょっと見えるか、自分が邪魔だわすごい、こんな感じで、ここがグッドスマイルレーシングとポップマートがコラボしてるお店。これがそう、あのワンピース仲間の青緑くんが今日はいます謎の大学生すごい、結構思ってたよりも大々的にショップとして展開してて、なんか外から見ても分かるこの品数すごいね。このね、ポップマートシリーズ好きで、さあ行きましょうか。すごい、思いのほか在庫たっぷり。あ、そうなんだ。やばい、夢中で動画撮ってたら先に外に出ちゃった、飛び上げちゃったらやばい、ね、これさっきみたいですか。そう、星座のやつ。車、これいいじゃん、スマホケース。そう、それ系好きだよね実用性あるでしょこれあの充電スタンドだよ。これで充電できるの。そう、面白いね。あ、充電はできないよ、モバイルスタンド。何やつだ向こうがグッドスマイルレーシングショップで、こっちがポップマートね。秋葉名物を食べます。秋葉名物ケバブケバブなの。秋葉名物のケバブ。秋葉名物なんだ。やっぱラップが一番好きですよ、ね。なんでしょ今の。五条悟、知ってる。五条悟る、名前は知ってるけど、でも脇役かと思ってたから。違うわ、マジ名称にて人は。あ、でもやっぱガンダムの余韻が残ってる。そうだね、ガンダム。
さあ、というわけでお疲れ様です。バーナードです。ちょっと今とある場所から帰ってきまして、今日はねちょっとねいつも動画を見ていただいている視聴者の方にお会いしてきました。で、以前結構前の Vlog で、視聴者の方でかつこう YouTube されてる方とトレード、ポップマート商品のトレードをしたっていう動画を以前出したと思うんですけど、今回第2弾ですね、トレード、また視聴者の方と、ポップマートダブった子たちをねトレードさせていただきました。動画にコメントしていただいて、そこからメールのやり取りをして新宿でちょっとねトレードしてきちゃいました。ありがとうございます。で、今回はね3つトレードしてきたんで、早速ねもう今回は開封スペースにセットしてあるんで開けていこうと思います。まあ僕はもう中身分かってるんですけど、めちゃくちゃ新鮮なラインナップですね。ラインナップっていうか、まあ普段あんま開けないキャラクターを交換させていただいたんで、異種交換って言ってね、僕が出したのはエロージョンモリーコスチュームのアイス・ヴィンセントと、ヨキのモーメンツのシリーズのデリート・ヨキと、ムッキーですね、ムッキーのドリーミーライフの、紫色のクマさん、サプライズのクマさん、紫のクマさんの3種と、相手の方の提示していただいた3種を交換してきましたので、早速見ていこうと思います。ちょっと面白いキャラクターがいますから。はい、というわけで今回トレードしてお譲りいただいた3種こちらでございます。いやー、初開封の子をねなんとお譲りいただいちゃいました。交換でやってきました。こちらモドリの闇シリーズっていうね、これ今もう全然実店舗とかで見かけないんですよね。これかなり希少なアイテムだと思います。うん、昔それこそ東急ハンズとかロフトに出てきたばっかりの頃になんとなく見覚えがあるんですけど、その時ねあんまりポップマートまだそこまでハマってなかったんで、これはかなり嬉しい。これでもちろんエロションモリコスチュームもあるんで、エロションモリコスチュームは僕はアイス・ヴィンセントをねダブってしまったものを交換させていただきました。で、エロションモリコスチュームはね唯一ノーマルで唯一持ってないものがあるんで、そちらねバーナード・ヴィルグをね昔から見ていただいてる方はすぐに分かってしまうと思うんですが、開封見ていってくれたら嬉しいです。はい、というわけでじゃあ最初エロージョンモリーコスチュームからいきましょうかね。いや嬉しいね。そうで、今回僕がお譲りしたものは全てこの中の袋を開封動画にしちゃってるんで開けちゃってるんですけど、まあそれでも OK ですということでね、まあもちろん綺麗な状態で保管していたので、開封済みのものと、交換していただいたものはこれ未開封っていう形で、ちょっと条件がね非常に、私が良い条件で受け取ってしまったんですけども、まあこうやって動画で開封することができるので嬉しいですね。はい、じゃあ行きたいと思います。よいしょ、まずはエロジョンモリコスチュームですね。せーの、じゃーん、来ました、ムッキーモリーです。初めて手に取ってみました。かわいい。こちらはノーマルカラーのムッキーモリーですね。ムッキーのシリーズを持ってるのにこの子を持ってなかったんで、いやー嬉しい。じゃあ見ていきましょう。座りタイプのモリーちゃんですね。付属品がまあこのシリーズおなじみの被り物がついてます。でカードも見ておきましょう。こちらですね、エロージョンモリーコスチュームムッキー、ノーマルカラーのムッキーのモリーちゃんでございます。いやーいいね。てかこれカラーが、これはこれでムッキーのねドリーミーライフシリーズと違ってなんか本当のクマさんみたいでめっちゃ可愛い。あ、いいね。めっちゃいい。ああ、素晴らしいですね。これやっぱエロジョンモリコスチュームね。もうこのシリーズだけやっぱりちょっと別格のデザイン性の良さとクオリティの高さがあるんで、まあ、やっぱ、しかもこれ、なんか手が結構自由に動きますね。稼働率広め。
で、これはフラッフィーがおまけでついてるんで開封していきましょう。いやー来ちゃった、かわいいの金色、金色のフラッフィー。これをまあこれはこの辺に置いとく感じですよね。いやー最高っすねこれは。あ、なんか結構可動域だいぶ広いみたいで、あの今箱の横のところ見たら、こうやってなんかこういう顔隠してるポーズもできるんですね。まあこれでエロジョン森コスチュームのノーマルカラーはコンプリートでございます。嬉しい。ちなみにね、ムッキーというキャラクターは、まあ、インスティンクトイの定番キャラクターの一つでございます。ムッキー、このムッキーというクマのキャラクター単体でのシリーズとして、このムッキードリーミーライフという、僕がアソートボックスで購入した、素晴らしいシリーズもあるので、もしよければそちらもチェックしてみてください。色味でもこれいいっすね。なんか本当に自然なクマさん、動物園のグッズにあってもおかしくない可愛いデザインっすね。さあ、ではちょっと個人的にめっちゃ楽しみなこの、まあ、モドリに関しては、過去にポップマートジャパンさんからのご提供品サンプルのブラインドボックスで一つだけですね、多分ね、一つ開封しましたね。あのお風呂に頭から飛び込んでるめちゃくちゃぶっ飛んだモドリが出ましたけど、それとはまた本当別のシリーズっていうか、その前のシリーズですよね。いや、このパッケージ、今あったら買ってたもんな。しかもラインナップもめちゃくちゃやばい。オンラインストア在庫あるのかな、ちょっと後で見てみましょう。いやーすごいなこれ。一応食べ物モチーフですね。食べ物、ヤミーって美味しいっていう意味なんで、まあ、食べ物にちなんだキャラクターになってます。じゃあ行きましょう。さあ、これも狙いというか、なんかどんな子が出てくるのかっていう本当にワクワク感があります。いきます。じゃあ戻り1ピース目、せーの、じゃあすごい、すげーの来た。え、これこういうことっていいんだよね。あ、いますね、この子。ベガマンですね。え、ちょっと待って、めちゃくちゃクオリティ高い。何これ真っ白な、あの、ちなみに僕、あの、ミッフィーの動画とか見ていただいてる方、ご存知かもしれないけど、このね、完全真っ白とかっていうアイテムにめっちゃ弱くて、ちょっとこれは激アツ。あ、ここモザイクかけられてるけど、いや、これ激アツですね。ちょっと待って、まだ付属品が入ってて、ちょっと待って、めっちゃボリューミー、これ何。しかも、もうモドリと、僕とモドリはこのお風呂の運命にあるのか。お風呂がまた入ってますね。付属パーツはこれも真っ白いいね、塗装する前みたいでめっちゃいい。これシークレットじゃないんだ。これですごい、なんかシークレットっぽい感じですよね。唯一の無色な感じが。うわー、いいね。いや、これはもうアートだわ、芸術品ですね。いやー素晴らしい。どうすかこれ、カードもありますね。わ、カードめっちゃ好きなやつだ。めっちゃ好きなタイプだこれ。こちらベガ、あ、違う、ベイジマンですね。これちょっとすごい。いや、ありがとうございます。これはマジでやばいです。ちょっと寄ってみましょう。わかります、このクオリティの高さ。いや、真っ白、またおしゃれさもあるんすよね、この真っ白感。いや、ちょっとモザイク気になるけど、いや、めっちゃいいね。モドリのシリーズは必ずモザイクがかかってるのか分かりませんが、なんかお腹になんかついてますもんね、これね。いやー、いいね。なんか表紙に写ってるこのチョコミントっぽいことは全然違う真っ白な子が来てくれました。嬉しいね。
さあそしてこちら戻り、ちょっともう早くも神作認定なんですけど、そうもうあえてそのいただく交換していただくやつはもう見ないで受け取ったんで、そう名前だけ見ていただいたんでね。じゃあ2ピース目ちょっとどんな子かいきましょう。せーの、じゃーんとうわすごいこれ、やば、これいくらじゃんだよねこれ。え、ちょっと待って、マジやばい、え、これやばいぞ。これも付属品が入ってて、あ、ちなみにカードね、カード寿司マン、まあ、寿司マンってのは聞いてたんで寿司系かなと思ってたんですけど、マジで寿司だな。え、ちょっと待って、この寿司マンにもお風呂ついてるんですけど、お風呂が寿司ですね、これ卵の寿司かな寿司風呂これ上にこれ置いてこんな感じかな。必ずこのセットついてくるんですね。いやー、まあでもやっぱりこの本体これすごいっすね。まあ相変わらずモザイクかかってるけど、いやこれはすごいわ。さっきのと全く違う感じですね。なんか本体ウインナーみたいな、赤ウインナーみたいになってるけど、まあお寿司で寿司マンなんでイクラですよね。てかイクラの質感マジでやばいっすよこれ。イクラ、本物のイクラみたいで、質感マジでやばいっす。まるで本物のイクラのようです。そしてこの表情ですね。さあというわけで今回は、視聴者の方とのトレードアイテム紹介第2弾ですね、前回のゆうみさんに続いて今回もね、視聴者の方、まあさすがにちょっと YouTube やってる方ではないので、まあちょっと簡単なご紹介って感じになっちゃったんですけども、ありがとうございます。マジで嬉しいです。Twitter とかでは僕ね、交換希望とかあんま出して言ってなくて、まあ、動画の中で、都内、関東圏内でお会いできる方のみで直接の交換という形で募集してました。でまだ一応ダブってるものがあって、アスラのナチュラルエレメンツシリーズのウィンドですね、風の子と、スカルパンダのハイプパンダシリーズの、ファッションアイコン紫色の子、あとねスペースモリーのクリスマスのシリーズで、スペースモリーのクリスマスのシリーズに関してはまたハイプパンダもそうか、スペースモリーとハイプパンダはちょっと同じ種類でトレードできる方がいたらぜひお願いします。僕が持ってないものであれば、何でも OK です。はい、そんな感じでね、まあ、今回はでもマジで戻りのこれめっちゃやばい。この白の子はね、ちょっとこれデスク、仕事用デスクレギュラー候補ですね。これだいぶやばい、マジでぶっ飛んでる。まあ、もちろんエロージョンモリーのね、ムッキーも無事に、エロージョンモリーのストーリーはこれにて完結ということにしたいのでいや本当にありがとうございます。まあ、バーナードブルクではこういったポップマートの、開封などを中心に日々可愛いものを探求していく Vlog です、もしこの動画の感じ気に入ってもらいましたら、また遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、動画の評価ポチッとお忘れなく、よろしくお願いします。はい、というわけで今回もバーナード Vlog ご視聴ありがとうございました。ポップマートアンボクシングですねアンボクシング Vlog からバーナードでした。ご視聴ありがとうございました。さよなら。